はい、どうも無月です。さあ今日もデュエプレやっていきましょう。今日はオールディビジョンランクマッチとなります。対戦よろしくお願いします。さあ今日なんですけれども、ペルトン持ってまいりました。なので、デッキは全部クリーチャー40枚で固めております。まあペルトンね、なんか前に一時期話題になりましたけど、まあこいつなんだかんだね、フォーマナ隊がどん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 強くなっていけば、こいつも自動的に強くなっていくというわけで、意外とね使って楽しいので今回持ってまいりました。さあただフォーマナがちょっと手札に来るのは嬉しくないんですけれども、お前らデッキトップにいてくれ、頼むから。で今回一応、マナブーストがね入ってたりとかするので、ちょっとね下ぶれると怖いんですけれども、まあまあ下振れなんか考えずに行きましょう。さあ5マナ溜まりましたね。さあ行けペリドン、よし上振れ素晴らしい、よくやった。さああとはまあ敵が倒してくれてもいいんですけれども、相手多分ねバウンスが強いぐらいだろうから、多分処理はされないと思うんで、マルドゥックスで落としていきましょうかね。うい、出ましたねハングリー、お前は嫌いなんじゃマジでさあでマナ的にももうペリトンはいらないかな。さあこれでペリトン落としましょう。ただこの時まあ注意点として、ウェディング出るんですけど、これ召喚ではないので、まあ効果は発動しませんよと、まあ、そこだけご注意ください。まあただね普通にトリプルブレーカーの焼却付きっていうだけで強いので、まあ何度も問題もないですね。このターンに出るっていうのが偉いです。さあとりあえずこれで一応ジャスキルあるんで、普段はまあちょっと悩むんすけど、今回はまあ行っちゃっていいでしょう。多分向こう受け弱いでしょう。よし、おい、対戦ありがとうございました。はい、最後にデッキ紹介となります。今回ちょっとね高コス帯が少ないんですけれども、その代わりに1ターン目メイ様、2ターン目に、ビーボーイやったるワンジャスミン、この辺が出せれば最速3ターン目にペリトンが出る可能性があると、まあ、つまりは、トワリューヘッドウェディングが4ターン目に出てくる可能性を秘めているというロマンデッキとなります。まあ上振れればなかなか強いです。下振れたら知りませんそこは自己責任でお願いします。それではご視聴ありがとうございました。